速。敵の強制ハッキング攻撃推奨、早急な離脱。久しぶりだな、ミモ。いや、今はエーテルと呼ぶべきだ。懐かしい。私たちのような概念統合にとって時間は意味がないんだ。それでも君たちの部隊を全滅させたことが印象に残っている。ヨルハ部隊アタッカーにも正式採用されるヨルハのために生み出されたステンシの実験部隊。うるさい。私たちは殺せない。なんだ。敵の論理学習機能を利用して弱点を形成する。全然わからない。疑問もヨルハ機体エーテルの学習機能。うるさい。敵の論理思考回路をインタラクトして演算遅延を発生させる作戦。つまりどうするんだ。敵を破壊してはいけない。は？敵が一定数一定時間存在することがこの作戦の必要条件。なんだそれ。敵自我データ包囲率 30%。 面白い面白い。敵自我データ包囲率 60%。人類が残したアンドロイドがまるで人類になりたいかのように振る舞う。エイリアンが残した機械生命体がまるで人類になりたいかのように振る舞う。私たちは似ている。だがネットワーク化された私たちの方が圧倒的に優れている。予測防衛機構による敵の論理進化。愚かなアンドロイド、なぜあなたは死を受け入れることこそが全ての終末ではないのか。敵自我データ包囲率 90%。 私たちは一つである複数である。私たちは有限であると同時に無限である。私たちこそ
完成された精神のありようなもの。予測、生命の多様性をなくし。ああ、見える光が私たちは進む。この先に、未来に。敵自我データ防衛率 100%。 予測、敵自我の分裂を開始。私たちにはトーパーズが必要だ。このアンドロイドを殺さずに置けば、さらなる困難が私たちに訪れる。その問題を乗り越えることで、私たちはより一層の進化を遂げるだろう。賛同しない。このアンドロイドは危険だ。この場で破壊してしまう必要がある。私たちの勝利を疑う者は敵だ。勝てると思っているのか。なんだ。報告、飽和した自我が相互に逃走を開始。まるで人類みたいだな。動けるんだ。推測、テイクサーバーは残存データによる。結局全部倒すまで続くってことか。私たちは喋ってるんだ。王国、敵の過去記憶の流出。神になった。誰がな。
失った。壊れた。だから、お前たちも壊す。あの瓦礫は不明。何かの資材にする可能性。資材？何を作るんだ？不明。
君。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー、その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕も全部捨て駒だったんだよ。
おかしいよね。笑えるよね。ナインエス、うるさい。君は 2B を殺したじゃないか。それだけで十分だよ。僕たちが殺し合う理由なんて。 2B は苦しんでいたよ。君を殺し続けることを。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだ。ナインエス。うるさい。うるさい。お前に一体僕たちの何がわかるって言うんだ。推奨停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ポット、ナインエスの論理回路を修復する。了解。ナインエスを汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。ヨルハ機体 A2、 この先にナインエスのコアデータが格納されている。報告。
ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私はヨルハ部隊支援随行ユニット、支援しているヨルハ機体 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。私が全部。ポッド、ナインエスを頼む。エーテル、君は？私はまだやることがあるから、先に行ってくれ。了解。すまないな。こんなに世界が綺麗だって
なかったな。みんな、今行くよ。Moins chelou.